いよいよ始まるのか。頼むから無事に麓まで降りてくれよ。無茶はするな。待ってたぜ。必ず来てくれるとは思ってたけどな。久しぶりに走り屋としての血が騒ぐ。このバトル絶対に勝つ。今はまだ誰にも負けやしない。今日は本気の全開ドライブだ。走り慣れた赤城で今日も先行されるとは思ってもみなかったぜ。まったく楽しませてくれるぜ。こいつの走りをコピーしながら追うことで幸運も新しい発見があるなんてな。面白みはないけど無駄がない分隙はない。一歩引いた位置から観察すれば戦闘力は丸裸だ。ハードなダウンキルを続ければ必ずフロントタイヤとブレーキが垂れて攻めるチャンスがあるとしたらそこだ。シミュレーションを少し変更する必要がある。もらった。俺はまだこんなところで負けるつもりはない。下りを制する鍵はパワーよりもトータルバランスだ。ついてこれるもんならついてきてみな。どこかで突き放しておきたいところだな。しまった。さあ、俺のスパートについてこい。前に出たからには下手に食いつかれたら逆に向こうが立ち直る前に一気に突き放す。さすがに見逃してはくれなかったか。本当の仕掛けはこの先にあるのさ。まだ可能性はゼロじゃない。ペースダウンを最小限に食い止め、なんてことだ。いくら俺でもタイヤがこんな状態じゃペースを上げられない。以上だぜ。お前のうまさは欲しくなったか。俺の新しいチーム